今日はですね、まあいろいろ皆さん宿泊ハワイ宿泊するときにはホテルとか、タイムシェアとかバケーションレンタルとか、B&B とか、まあ、いろんな方法があるんですけども、今日ちょっとバケーションレンタルっていうところを、ちょっとご紹介したいと思います。どれぐらいちょっと違うのかっていうのはね、ちょっと見てもらいたいなと思いますけどね。今日はちょっと紹介していただける担当が、レアレアのバケーションレンタルの担当のブレッド、はい、はい、入ってきてね、はい、どうす、自己紹介をまず。どうもこんにちは、うん、レアレアバケーションレンタルのブラッドと申します。あ、ブラッド、はい、ブラッドはもうここで生まれ育ってもうね、日本語はちょっとできるけど、ちょっとですね、いや、でもだいぶ上手いですけど、まあね、だんだんこういう人がどんどん増えてきますからね。今こういうバケーションレンタルはね、よくみんなバケレンって言ってるけども、はい、結構みんな知ってるようであんまり知らないからですね。ちょっとなんか今回あのいろいろちょっと見せてみたいなと思うんですけど、ここはもうワイキキにあって、ここは何ていう場所なんですか。こちらはルアナっていう。ルアナ、はい、ルアナで、あのカラカワ通り沿いにあるんですね、ワイキキのね、はい、はい、でちょっとこうあのカラカワの端っこの方にあるんですけども、すごいなんかいい感じで、なんか周りは公園もあるし緑も多いし、そうですね、で、あのハレコアっていうビーチにも近いしね、なんかすごいいい場所。ちょっと行ってみましょうか。ここだけちょっと特別にあの素晴らしいところなんですから、行きましょう。この今ホテルの中にある特別な、エリアがあるんですけど、ここのエリアが入れると、はい、ここがバケーションレンタルで借りれる部屋なんですね。じゃあちょっと開けて行ってみましょうか。開くのかな、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ先。はい、4つの部屋がもうここしか独立してるんですよ。ここで4つの部屋がね、ちょっとこの特別なエリアの特別な部屋行きましょう。はい、こういうね、これまたすごい部屋でしょうね。こういうリビングが、これがちょっとホテルとこういうね、バケーションレンタルの違いっていうのは、部屋にオーナーがいらっしゃるので、そのオーナーの趣味が入るんですよ。で、こういう感じで眺めが良くて、入ってください。こんなに綺麗です。ここがあのメインのリビングルームですね。こちらの方、みんな見える。で、何がいいかって、このランナーがすごくいいですね。これブラッド、こっちは、ね、はい、マスターベッドルーム、マスターベッドルームっていうこういう感じで、ちょっとベッド見てください。これこんな立派なベッドね。で、こうやってソファーもあって、やっぱりこのオーナーの、こうなんていうのか、趣味がすごい出てるんですけどね。ちょっとこっちからもやってください。唯一オーナーの方と僕の趣味が合うところがまあこの絵ですね。ここが僕とオーナーがすごくこう共感するところですかね、はい、トイレとシャワーと、ここまたすごいんですよ、ね、この光あふれるこのオーナーの、ね、普通のホテルの中2階にあるっていうんですから、またびっくりしちゃいますよね。こっち行ってみましょうか。こっちが、まあ、物置というか、トランクルームになってますよね。こっちにこうタオルとかありますんで、長期滞在には大丈夫なんです。これあのブラッド、ここは、ね、最低何日から。最低3泊からです。3泊から、3泊最低泊まっていただけなきゃいけないっていうのが、まあ、規定ではあるんですけども、まあ、大体ハワイ来るときはね、4泊6日とか、ね、まあ、1週間2週間いらっしゃる方いると思うんで、うん、そこら辺の条件はすごくいいと思います。
これちゃんとスピーカーついてるんですよ、皆さん、これ、ね、ただの吸盤じゃないですよ、スピーカーですよ、こういう家具のところについてますけど、でこっちに行ってみましょうか。もう一個のベッドルーム、もう一個のベッドルームがこちらにあります。そして、こんなに大きい空間、そして本当この床が何ていうんですか、コア材の多分あれを使ってるとは思うんですけども、すごくこの床材が印象に残りますね。入ってきた時にすごい高級な作りになってるなと思います。シーリングも素晴らしいですし、まあ、そういうことでね、こういうあれですけど、これだいたいこっちブランド入っていただいて、はい、値段的にはどれぐらいの値段になるんですか、ここって。ここは525ドルからです。から、はい、1泊でしょ。1泊でで何人まで泊まれるんでしたっけ。ここは6人まで。6人まで入ります。6人までこれ泊まれるんですよ。エキストラベッドもあるんで、6人まで泊まれて1泊500いくらですから、これ値段的にも僕すごくリーズナブルというか、まあ、普通のホテルに泊まるよりかなり安いと思いますよ。先ほどのラナイとか、ね、みんなでこうお食事を作ったりとか、まあ、あとこのワイキキエリアっていうエリアとしてもすごい場所なんで、これちょっと安すぎないんですかそれね。ずいぶんこう、まあ、こういう物件もあるっていうことですからね。まあ、皆さんぜひこれはちょっと皆さんで、ね、家族でまた友人たちとグループで来るときは、まあ、こういうバケーションレンタルを利用して、ちょっと料理を作ったり皆さんと団らんしたりということで、すごくなんかライフスタイルも変わると思いますんでね、ちょっとチョイスをしていただきたいと思いますけどもね。これブラッドはもっと他にこれバケーション、レアレアバケーションレンタルは、はい、もうどれぐらいの物件があるの、こういう物件が。100件以上あるんでしょ、はい、ね。ぜひこれレアレアバケーションレンタルの方に、こういうオーダー、それぞれの、地域とか場所とか、まあ、そういうところでね、あと値段とか、はい、いろんなことを条件出すと、こうブラッドの方からこういういい物件ありますよっていうご紹介ありますんで、ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。はい。